皆さん、こんにちは。コウスケです。今回はですね、JR 東日本旅客鉄道株式会社の東北本部から、今年のね、まあ、山形新幹線の魅力についての、ね、まあ、発信ということがね、届きましたので、今回は皆さんにそちらをご紹介していきたいと思います。ではね、本日もよろしくお願いいたします。はい、では早速ね、見ていきたいと思います。今年の山形新幹線は暑いということがテーマとして書かれております。山形新幹線 E8K& 懐かしいシルバーカラー翼が登場するよということが意気込みとして書かれております。山形新幹線新型車両 E8K がいよいよ登場します。2024年春からの営業運転に向けて E8K の試運転を行います。また E8K の登場に合わせて撮影会イベントを実施します。山形新幹線の魅力向上に目的し、現在運行している E3K 翼の車両を1編成懐かしいシルバーカラーに復刻します。登場に合わせて山形駅にいてセレモニーを行います。山形新幹線の新たな魅力にどうぞご期待くださいということが意気込みとして書かれております。ではね、早速見ていきたいと思います。一つ目ですね、山形新型車両 E8K がいよいよ登場しますということで、 E8K の車両の概要について、所要時間を短縮するため、現在運行している E3K はね、275キロが最高時速ですが、まあ E8K アップするため E8K ではね、最高速度300キロということで、まあでそれにより E5K と連結できるようになります。E5K ははやぶさに使われている車両です。はやぶさはね、今小松と E6K の小松と連結しておりますが、E8K とも連結できるようになりますということですね。そして豊かな心を刻む列車をコンセプトに、山形新幹線の風土をお客様の心を結びつけるデザインといたしますということが書かれております。ですね、多様な旅行ニーズに対し快適な移動空間をご提供するため、全席にコンセントを配置し、前後車に大型荷物スペースを設置します。また車スペースの常設やバリアフリー対応での充実いたしますということが書かれております。またもう一つですね、豪雪積雪寒冷地帯を走行することを考慮し、車両への着席対策として台車分にヒーターを設置し、輸送の安定性向上を目指しますということが書かれております。で、撮影、まあ E8K の外観イメージはこんなような感じとなっておりまして、まあ、最近見る新幹線と同じような形となっております。そして図を見ていただくよ、わかる通り、車スペースがちょっと大きくなったよ、多くなったよっていうことと、あと新幹線のね、全席にコンセントがついているのは今最近では当たり前でございますが、まあ最近の車両は肘掛けのところについていると思うんですが、ね、足元とか肘掛けのところについていますが、この車両はね、まあ肘掛けの下の辺についているよということとなっておりますね。試運転の概要ですね、2024年春からの営業運転に開始に向けて、2023年2月からの末から約1年間にわたり車両の性能の確認等の目的とした試運転を東北新幹線および山形新幹線で実施しますということが書かれております。 E8K のお披露目ということで、新幹線総合車両センターで行われるということで、400系以来の山形新幹線の新型車両 E8K を一番早くお客様にお披露目いたしますということが書かれております。開催日時は2023年2月24日金曜日午後1時から午後5時で行われます。時刻が返品される場合がありますので、あらかじめご了承くださいということが書かれております。そして開催はするですが、新幹線総合車両センター仙台駅から会場列車にご乗車いただき、新幹線総合車両センターまで移動いたします。主な内容としては E8K の先頭車1両分を撮影可能エリアとし、様々な角度から E8K の撮影をいただけます。合わせて新幹線車両センター内にて E5K の撮影および見学を実施いたします。ここで書かれております。で、撮影イメージとしてはね、右下に書かれております E6K、 こちらがね、まあ撮影のイメージという形となっております。まあ撮影エリアのイメージですね。そして販売価格です。1名ね、3万円大人子供両と同金額となっております。応募人数は100名、まあ他のね、まあ撮影会に比べたらちょっと人数はちょっと小さいな、少ないなという気もします。そして販売期間ですが、2023年1月27日昨日ですねの10時からね、まあ
注意として売れ次第販売終了といたしますので、まあそれはご了承いただければなというふうに思っているそうです。そしてもう一つね、懐かしいシルバーから翼が通告しますということで、山形新幹線のさらなる魅力向上とプロモーションのため現在運行している E3 系翼車両の1編成をシルバーカラーに登場し、カラーで復刻し運転します。約6年ぶりに復刻する山形新幹線 E3 系のデビュー当時の雰囲気をお楽しみくださいということで、まあ、現在はですね紫白赤の編成となっておりまして、まあその中でもね3色 LED の行き先案内表示器がついているタイプとフルカラー LED のね行き先表示器がついているタイプの2種類の E3 系に分かれておりますが、まあどちらがね、まあ選ばれるかはまだ分かっておりません。そしてね、まあ最初はね、まあこんな感じでね、まあ E6 系、E3 系ですね、シルバーカラーで、まあ無塗装ということで、やっぱりまあシンプル、なんかね、まあ懐かしい味わいが出るんじゃないかなというふうに思います。そしてシルバーカラーのね、運転記念セレモニーを行うということで、開催日時ですが、2023年2月11日10時40分から11時の20分間で行われるということで、開催場所はね、山形新幹線の2番ホーム。主な内容としてはね、山形新幹線 E3 系翼シルバーカラーの運転開始を記念とし、セレモニーを実施します。ご来賓として山形市長、山形お金会会長にご出席いただくほか、ご当地キャラクターによるお見送りを行いますということが書かれております。その他として、初運用列車の初列車ということで、翼138号が充当されます。山形駅10時57分に出て東京駅がそれに当たるということです。セレモニー開催に合わせて山形新幹線の駅旅コンシェルジュ山形にて翼写真展を開催する予定です。で、まあ最後になりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として以下の点ご理解ご協力お願いいたしますということで、咳発熱等また37度、当日の検温で37度5分のがある方はね、まあ参加をお断りしていただく場合がございますので、まあ、体調管理しっかりしていただくような形となります。検温の時はね、受付の時は検温そして消毒のご協力をお願いいたします。イベント中はマスクの着の上会話を控えめにいただきますようよろしくお願いいたします。他のお客様と適切な距離の確保をお願いいたします。こまめな消毒のご協力をお願いいたしますということで、まあいいね、お披露目とかいいこともありますが、まあ十分ね、もう感染症には気をつけてほしいというのが何よりの願いだそうです。ということで今回はですね、 E8 系がいよいよデビューするよ、それに加えまして撮影会が行われます、そして E3 系のシルバーカラーの復刻、それに加えましてまあセレモニーが実施されるよということで、まあそれの案内をね皆さんにご発信いたしました。このダガダクインとあった方のチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。では本日もご視聴本当にありがとうございました。